ムハンマドムハンマドムルシー・イーサー、エルアイアーとは、エジプトの学者、政治家。学位は、工学博士。名前について日本語メディアは、モルシやムルシー、一部中東専門家は、ムルスイと表記している。人民議会議員として、自由と公正党の党首を務めた。アラブの春における民主化後では最小となる、エジプト大統領に選出されるが、 政教分離などの世俗的な価値観が浸透していたにもかかわらず、イスラム主義に基づいた統治を進めた結果、モハメド・エルバーラダイラ国内の世俗派から強い反発を受けた。政権後半には、イスラム主義に基づいた新憲法制定を目指したことで大規模な反政府運動が発生し、最終的に政権担当能力を疑問視したアブドル・ファッターフ。 アイコール CC 国防大臣らによるクーデターにより、解任され、身柄を拘束された。その後死刑判決を受けるも、2016年11月に、事実上の死刑判決が覆える、最高裁判決後、2017年終身刑にあたる、金庫20年の判決が下り、67歳ボーシャルキーや県アルアドア村の農家に生まれる、1975年に、 カイロ大学工学部を卒業後、1978年に同大学で工学修士、1982年に南カリフォルニア大学において工学博士を取得。1982年から1985年までカリフォルニア州立大学ノースリー事校の助教授となり、その間エンジニアとしてアメリカ航空宇宙局に勤務し、 スペースシャトルの開発業務に助手として参加していたこともある。1985年にエジプトに帰国しザガジグ大学の教授となり2010年まで務めた。2000年の人民議会選挙において無所属で当選し2005年までムスリム同胞団議員団長を務めた。2011年の革命後にムスリム同胞団が母体となって設立された自由と 公正党の党首に選ばれる。エジプト革命後に行われる大統領選挙には、当初、自由と公正党は大統領選挙出馬のためには、景気終了から6年以上経過している必要があるとして、失格とされ、異議申し立ても却下された。2012年6月18日、大統領選挙後の会見にて、その結果、シャーティルが失格となる可能性があったことから、 年のため立候補の届け出をしていたムルシーが自由公正党の候補となった。5月22日及び23日に行われた第1回目の投票で1位となり上位2人による決選投票へ駒を進めた。第1回の得票率は25%。決選投票翌日の6月18日には独自集計により勝利宣言を行った。6月24日。 選挙管理委員会により大統領選挙の勝者と正式に認定された。得票数は1323万131票。この当選に伴い、ムスリム同胞団及び自由と公正党から脱退した。内政政権人事6月30日に最高憲法裁判所で宣誓を行い、大統領に就任した。 前述の通り恩恵派とはいえイスラム主義政党からの当選であったことから、世俗派からの懸念が持たれていた。7月24日、ヒシャームカンディールスイ主元考え大臣を首相に任命し、組閣を命じた。8月27日、女性一人、ホプト一人、サラフィー主義者一人を含む4人の大統領補佐官と17人の大統領顧問を任命した。9月6日、 中央監査局長に改革派判事のヒシャーム・ゲニーナを任命した。12月22日、諮問評議会の大統領任命枠90人を発表した。90人のうちの75%が非イスラーム主義系であり、12人のコプトが含まれているなど、議会や閣僚人事ではイスラム主義を弱める姿勢を見せた。しかし一方で各地の知事や中央省庁に対しては、 自らの出身母体であるムスリム同胞団のメンバーを次々と幹部として送り込み、統制を進めた。一方で、政権祭末期の2013年6月に新たに7人を任命した結果同胞団系が2し、一方、官僚組織においては、同胞団出身の人材は、政治や行政についての技能や経験を持たないものばかりだったため、政府機能が停滞することとなった。 とりわけ情報通信技術省では局長級の幹部職に至るまでムスリム同胞団メンバーによって占められたことで決裁業務が停滞しインターネットサービスプロバイダーへの許認化業務が完全にストップするなど各所で混乱が見られたアブドルメギードマハムード検事総長の解任やハンムルシー政権の裁判官を退任させるための定年引き下げを試み司法権からの反発を受け あるイコールアズハル大学が持っていた人事権への介入などを画策したことから宗教的権威からの反発も受けた。そもそも司法は大統領選挙決戦投票直前にイスラーム勢力が多数を占めた議会を選挙法が違憲との理由で解散に追い込むなどしてきた旧政権支持の強い勢力であり、アズハルの総長アハマド・タイブもムバーラクによって総長に任命された人物であることから もともと、ムルシー政権とは距離を取っていた。憲法8月12日、軍最高評議会が、大統領選挙決戦投票直前に発布した、大統領権限を縮小し自らに、立法権などを付与することを定めた、暫定憲法の破棄を発表するとともに、ムハンマドフセイン・タンタウィ国防大臣兼軍、最高評議会議長及びサーミー・ハーフィズ・アナーン、参謀総長、海軍、 空軍、防空軍の司令官を解任した。その上で、軍部の定めた暫定憲法に代わり大統領権限を強化した新たな暫定憲法を発表し、副大統領にハ派遣幹部で、ハンムバーラク派として知られたマフムードメッキー判事を任命した。これら一連の動きは、一部エジプトメディアから、ムルシーによる軍最高評議会に対するクーデターと表現された。一方で、 このムルシーの決断は、大統領選挙を争ったアブドルモネーム、アブールフトゥーフをはじめとする幅広い政治家、政治勢力から歓迎された。11月22日、次期人民議会選挙まで、大統領の命令、決定を裁判所が一切覆すことはできないこと、憲法起訴に当たっている憲法制定委員会と上院に対し裁判所が解散命令を出せぬようにすることなどを盛り込んだ。 大統領権限強化の暫定憲法の新条項を発表した。これに対して、反大統領派からは、新たなファラを溶かしたなど、独裁化を懸念する批判の声が上がり、翌23日には、この決定に反発する抗議運動が各地で行われ、いくつかの都市では自由公正党の事務所が襲撃された。新条項の内容は、大統領決定の憲法令や法令に異議申し立てができず、 司法機関から上院にあたる諮問評議会と憲法制定委員会の解散権を剥奪。また、大統領が国家と革命を守るために必要な措置を講じることが可能というもの。新条項は2011年から2012年にかけた行われた人民議会選挙でイスラーム主義勢力が約7割を占める圧勝した結果としてイスラム主義者で起訴委員が占められた。 新憲法起訴委員会に対し裁判所が意見判決を出すことを防ぐ目的であったが新憲法案の採決及び大統領の承認の手続きを済ませたため当初の目的を達し有名無実化12月8日には大統領令が司法判断の対象になるとする新たな憲法令を出し11月に出した憲法令を撤回した しかし裁判所の介入を強権的に回避して作成された新憲法案に反発したリベラル派やコプト教と野党連合が拒否する中で新憲法案への国民投票を強行。その後、憲法起草委員会で採決された新憲法案が12月15日及び22日に国民投票にかけられ63.8%の賛成を得て承認されたものの リベラル派やコプト教徒、野党などは憲法起草のやり直し及び大統領大臣を求め国民投票を拒否しており投票率は33%にとどまったと指摘するものがあるが実際には反対派は直前になりボイコットから反対投票への呼びかけに戦略を転換しており33%という数字も2011年の憲法改正投票における 投票率の41.2%との比較から見ればさほど低いものではない。また、比較的反対派が強い都市部中心に行われた第一回投票で賛成票が多数を占め賛成派の勝利が確定的となったことからイスラーム主義の支持が強い地方部中心の第二回投票での投票率が伸び悩んだ可能性もある。経済。 財政大統領としての任期中に2000億ドルの直接投資を受け入れるとの公約を掲げていたが、達成にはほど遠い状況となった。大統領就任後の9ヶ月間での直接投資は、わずか14億ドルにとどまり、公約との間で極めて大きな乖離が生じていた。また、燃料の安定供給を図るとの方針を打ち出したが、外貨不足により実現できず、 燃料不足による停電が頻発、給油所には長蛇の列が生じるなど、国民生活にも影響が及んだ。さらに、ムバラク政権下の警察国家により抑えられていた政府活動、周波対立、通常犯罪が増加し、治安が急速に悪化し、観光業収入や直接投資の急激な落ち込みで外貨不足となった。ムルシー政権下では、 初めて外貨準備が150億ドルを下回り、輸入額の3倍を割り込む危機的状況となった。財政再建にも踏み切れなかったため、国際通貨基金からの援助も得られないまま、通貨が急落し、食料品などの価格が急騰した。その結果、物価水準が1年で10%も上昇するなど、混乱が生じ、失業率の上昇、経済成長率の鈍化など、 経済指標は悪化の一図をたどった。経済成長率はムバーラク政権崩壊直後にマイナス4.3%まで落ち込んだ後も大きな改善を見せなかった。政権末期の2013年にはすでに危機的状況になっていた外貨準備がさらに悪化しインフレーションも加速した。また、ポピュリズム政策として少なくとも70億円に及ぶ債務免除を 国民へのプレゼントとして農民に対し行い、財政状況をさらに悪化させたり、最低賃金を急激に上昇させ、経済的混乱に拍車をかけた。以上のような報道や指摘があるが、インフレ率は、ムルシー政権成立前の2008年から2011年は、すべて10%以上の上昇を示しており、ムルシー政権成立後に上昇しているわけではない。また、 GDP 成長率は会計年度2012、13の1から3四半期の成長率は2.3%であり、前年度同期の1.8%より上昇している。さらに、観光客数は2012年は前年比17.1%増、2013年1から3月期は政権発足以前の前年同期比で14.6%増となり、観光収入も 政権発足後9ヶ月間で全同期比で約14%増加し2013年上半期の輸出額は前年同期比17%増となり貿易赤字も縮小手より国際収支赤字は政権発足後の9ヶ月の時点ですでに155.3億ドルの水準まで下落していたのであり2013年5月には外国からの支援もあって160億ドルの水準を 回復していた。また、歳出規模から見れば70億円は大きな額ではない。公務員の最低賃金引上げが行われたのは、ムルシー政権発足1年も前の2011年6月のことである外交2012年7月31日、アメリカ合衆国国防長官レオンパネッタと2013年3月3日、アメリカ合衆国国務長官、 ジョン・ケリーと2012年6月30日の大統領就任後の演説でパレスチナ人の権利獲得への支援を表明すると共にシリアでの流血停止を求めた。当選後初の外遊先として7月11日にサウジアラビアを訪問アブドラー国王と会談して資金援助を引き出した。8月28日イスラーム権以外で初の外遊先として 中国を訪問し、古近東主席と会談。翌29日には、習近平副主席や恩家法首相と会談した。この法中は、ムルシーは、サウジ訪問と同様に巨額の融資や警察車両300台の供与などの中国の援助を取り付ける意味合いが強かったが、続く、イランイスラーム革命後の1980年に、モハンマドレザ・パフラビーの亡命受け入れやイスラエルの 国家承認をめぐって国交を断絶したイランへの訪問と合わせ中東における地位低下を招いた全ウバーラク政権下の過度な対米追従外交からバランスの取れた外交関係への軌道修正とみられている。また、ムルシーはシリア問題でイランも加えたエジプトトルコサウジアラビアの主要関係4カ国による会議を提唱しておりシリアの友人たちに参加して アサド大統領の退陣を求めている一方で、外国による軍事介入には反対する姿勢を示していた。9月の国連総会出席のため就任後初めて訪米し、26日には日本の野田首相と初めて会談した。9月30日、大統領就任後初めてトルコを訪問し、同じイスラーム主義系である与党、公正発展党の年次大会に出席した。 11月14日、パレスチナガザ地区で、ハマースの軍事部門幹部、アフマド・ジャーバリーが、イスラエル軍によって殺害されたことについて、イスラエルを批判し、中イスラエル大使を召喚した。さらに、ヒシャーム・カン・ディール首相をガザに派遣し、ハマースとの連帯を示した。その一方で、ジャーバリー殺害によって激化したイスラエル・ハマース間の、戦闘の停戦交渉を仲介し、 11月21日停戦合意を実現させた。国連安全保障理事会は21日に発表した報道声明において停戦仲介を行ったムルシーを強く称賛。アメリカのバラク・オバマ大統領も同日ムルシーに対する電話においてムルシーの停戦成立への尽力と交渉での個人的な指導力に謝意を表すなど、ムルシーの外交手腕は 各方面から高く評価された。2013年3月、エジプトの大統領としてはここ50年以上で初めてパキスタンを訪問した。2013年5月、エジプトの大統領として初めてブラジルを訪問し、ルセフ大統領と会談した。2013年6月の政権末期には内政の混乱から国民の目をそらすため、エチオピアから 戦争の可能性を示唆してダム建設阻止を試みた。エチオピアのダム建設問題はスーダンも取水量減少への警戒から反発している外交問題であり、血流す覚悟などと強硬な発言を行った。内政外政における様々な失勢を受けて政権批判や反政権デモが展開されたのに対し、エジプト政府は活動家やジャーナリストを先導容疑で逮捕し、 2013年5月に国境なき記者団から報道の自由の破壊者に指定された。そして6月には大統領への国民の支持率が25%まで低下する事態となった。国防大臣のアブドルファッターフアイコール CC からもはやあなたは大統領でないと勇められたが、それに対してお前を解任してやると反発するなど軍部とも対立することになり、 正常不安が深刻化した。2013年7月3日、軍部によるクーデターにより解任され、拘束された。アメリカは、政変の進展次第では、軍事支援を中止するとしつつも、現時点では、クーデターと呼称することを避けている。米国は、国内法で、クーデターにより、権力を奪取した政権には、軍事援助しないと決めている。 エジプトへの軍事援助を継続するためには、クーデターとは認められないのである。サウジアラビアのアブドゥラビン・アブドゥル・アジーズ国王は、軍事介入を高く評価し、アブドル・ファッター・フアイコール・シーシー国防大臣を、暗いトンネルからエジプトを救い出したと称賛した。サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦は、エジプト軍に年額120億ドルの支援を行い、 米国も13億ドルに及ぶ軍への支援を行った。湾岸諸国でもカタールは同砲団を支援してきたが、サウジや UAE などは同砲団新調の自国に対する影響を警戒している。権力を掌握した c c は2014年6月3日、自ら大統領となった。また、ムスリム同砲団をテロ組織、テロリスト同砲団と呼び弾圧し、 自由と公正党を解散させ、資産を没収した。2015年4月21日、首都カイロの刑事裁判所は、2012年の反政権デモ隊への殺害を先導した罪の比喩で、ムルシーに禁錮20年の判決を言い渡した。さらに5月16日、刑事裁判所は、2011年の反政府デモに際し、支持者らに刑務所を襲撃して、 囚人を脱獄させた日々で、ムルシー及びムスリム同胞団幹部、支持者ら105人を死刑に値すると表明した。エジプトでは死刑判決は大ムフティの意見を聞く必要があるため、この段階では判決ではない。正式判決は6月2日を予定していたが、6月2日になって判決を6月16日に延期すると発表した。6月16日、 刑事裁判所は脱獄法助の非議に,について正式に死刑判決を下した。さらに、この死刑とは別に、パレスチナ自治区のハマースやレバノンのヒズボラ、そしてイラン政府のためにスパイ活動を行った日にでも終身刑となった。ムルシーは無罪を主張し、上訴する構えである。このかムスリム同行団幹部5人についても死刑判決が下された。その後、 2016年11月15日にはハキーンが脱獄法女と警察署襲撃事件に対する死刑判決を覆し再審を命じている。2019年6月17日、裁判での審理中に体調を崩し、カイロの病院に搬送されたがその日のうちに死去した。妻ナグラーとの間に5人の子がおり、長男アフマドはサウジアラビアで医師をしている。また、 孫が三人いる。四人の息子のうち二人はアメリカ生まれでエジプトとアメリカの二重国籍を保有している。ありがとうございます。